じゃあそれでは豊先生お願いします。はい、じゃあまだ当たりからつけていきます。なんとなく前後でポーズをつけてる感じにしようかなと思ってるんで、はい、前側に、まあ、トランクスがポーズしてて、後ろ側で1番ってやってて、はい、後ろ側にボテンが2番ってやってる感じにしようかなと思ってます。まあいろんなポーズ、本編に出てくるポーズではないんですけど、うん、こんな感じで、はい。でもなんかこの指の本数で番号を表すとかもなんかう、ね、こういう細かいところだったら鳥山先生すごいですよ ね, すね、はい、こんなあたりでじゃあここから書き込んでいっちゃう感じです、うん、やっぱ顔はほとんどベジータと同じなんですか。そうですね、まあベジータっていうかサイヤ人ベース顔というか、まあ、鳥山先生のベース顔というか、うん、トランクスの髪の毛も結構難しいですよね。そうですね、トランクスの髪の毛が実は全部同じように見えて、はい、シリーズごとにトランクスの前髪って先生デザインなんとなく変えてきてるんですよ。あ、この今の世界線のトランクス、はい、今の世界線のトランクスと、あの未来トランクスと、もちろん原作の時のトランクスって、うん、微妙に髪とか違うんですよね、髪の毛の垂れ方というか、うん、確かにちっちゃい時って七三気味でしたもんね。そうですね、はい、子供の時は七三で、大人になったら真ん中分けになるっていうのは、うん、未来トランクスも今のトランクスも共通なんですけど、はい、微妙に前髪にこの触覚を、うん、前髪の触覚があったりとかなかったりとか、あの、なんですかね、その完全なる2つに分かれ、カモメじゃなくて、はい、カモメに2本線があったのが、うん、あの原作での未来トランクスなんですけど、今回もあるんですけど、ちょっと触覚の付け方がまた先生変わってて、それ角度とか、そうですね、ね、昔ちょっと言うと、昔のトランクスはここからもう下に行ってたんですよ、うん、あ、もう直接下に、はい、直接下に行ってたんですけど、うん、あの今回の新しい大人、あの成人になったトランクスは、うん、角度はカモメと一緒で1本だけ内側にあるっていう、うん、ちょっと盛り上がってから下がるっていう感じなんですね。そうですね、はい、まっすぐ下に下がるわけじゃなくて盛り上がってから下がるけど1本だけあるっていうデザインなんですよ。1本、あ、まあ、1本2本か、あ、2本、はい、それがね、まあ、新しいデザインなんですけど、まああんまり毎回ね、あの実髪の毛って動くんで、はい、毎回それがキープされてるっていうのはそれはそれでおかしな話なんで、確かに場面によってはそれが現れたり現れなかったりとはいろいろ考えてはいってるんですけども、体を幼く描いてくれって言われてるんで、気がつくとムキムキに描きたくなっちゃうんですよ、やっぱりどうしても。まあドラゴンボールのそうなんです、もう癖でね、筋肉をずっと描きたくなっちゃうんですけど、それを細く描くのが今の当面のあれです、なんていうか課題というか、課題というか抑える、この描きたい気持ちを抑えるというか、うん、まあ、ちょうどなんか大人になりきらないというか、そうなんですよね、そこで幼さを出さなきゃいけないんで、うん、まあ、頭身はまあほぼほぼ成人なんですけど、うん、筋肉の透け方とか首の細さとか、うん、その辺で幼さをこう伝えなきゃいけないっていうのが実は簡単なようで難しくて、やっぱ筋肉つけるとかっこよくなっちゃうんで、はい、描きたくなっちゃうんですよね、筋肉ってすごい、あ、悟空の胸筋とかすごいですもんね。そうなんですよね、なんかやっぱ細マッチョみたいのかっこいいなと思っちゃうじゃないですか、はい、細マッチョまではもういかないんですよね、うん、あの今回のはまだもうちょっと幼児体型に近い感じで描かないと、うん、まだ少年の体というか、そうなんですよね、この中間ですよね。そうなんですよね、あと、うん、ちょっとパンツのブカブカ感、はい、これを出すことによってかなり幼さが強調されるんで、実はそこはこだわって今描いてます。あの、まあ、足細く見えますもんね。そうです、あのパンツがサイズに合ってないっていう、うん、ブリーフ、ブリーフっていうか何ですかね、これ。
ちなみになんか気をつけた方がいいとことかあるんですか？気をつけた、まあ、今、最初に当たりでその後に、まあ、とりあえず裸と仮定してっていうか、うん、筋肉だけで描いてるんですけど、でこの後に服を着せてってるんですけど、うん、まあ、そうやって描いてった方が狂わないというか、いきなり洋服から描いちゃうと、うん、やっぱり人間その中に筋肉っていうか体があるんで、うん、その体のサイズ感が狂ってっちゃうんで、うん、僕は一応基本的には一回裸で描いてっていう感じで描いてます。超どうでもいい細かいこだわりなんですけど、先生のデザインでここが難しいところで、はい、ここがこうなってるじゃないですか、はい、でこの延長上に胸の、ま、なんか模様がくればいいのに、ちょっと一個ずれてるんですよ。こうなった上にこのここにあるんですよ、この線が。立体感で。なんすか、こう難しいっすよ。ここをね、忘れちゃいがちです。このままの子でこう行きたくなっちゃうじゃないですか。はい、違うんですよ。細かいな。細かいです。ここで、ね、見失わないようにしないといけないところですね。御殿とトランクスが通ってる高校は偏差値高いんですか？はい、あ、めちゃめちゃ偏差値高いですね。あ、そうなんですか、はい、御殿もじゃあ勉強してるんだ。そうなんですよ、御殿に関しては教育ママなんで、うん、あ、父が、はい、父が教育ママなんで、うん、頑張って入れたんですけど、うん、トランクスに関しては、うん、天性の才能で合格したんですけど、あ、じゃあブルマの、はい、ブルマの頭脳で合格したんですけど、うん、入ってから全く勉強しないんで、うん、落ちこぼれていっちゃってるっていう感じです。あ、そうなんですね。御殿の顔は、まあ、もちろんよくある悟空のベース顔なんで、それはあんまり気にせずに、書き分けは気にせずに悟空のつもりでしばらく、はい、しばらく悟空と同じ描き方で描いていっちゃって、うん、でも悟空たちの目って輪郭がつながってないじゃないですか。はい、黒目の位置難しいですよね。黒目の位置難しいです。どういう風にバランス取るっていうか決めるんですか？アーチの端よりちょっと中に入れるとかっこよくなるんですよね。昔も中で言ったことちょっと寄り目っていうことですかね。はい、こういう風にアーチがあるじゃないですか、はい、で本来はここに目があってほしいじゃないですか、うん、でも実際はアーチのこの延長上より外に出てる方がなぜか可愛く見えるっていう、うん、なんか先生の絵もそういうことが多いんでそういう風に描いちゃうんですけど、はい、色塗ってもらうときに、うん、自分で塗るときもそうですけど大変なんですよね、白い部分をどう塗るかが。そうっすね、はい、ちょっとその辺のズレをうまくごまかしてもらってるって感じです。あ、ただ白黒で見るとそのちょっとだけ黒目が内側に飛び出してると、はい、なぜかなんかいい感じで見えるっていう。何なんですかねこれは。いや、いいじゃないですか。アニメってでもそう思うと、ね、アニメはもうちょっとでもきっちりアーチの中に入れてるかもしれないです、色を塗るから。色を塗ること前提だから多分、まあ、そんなにそのアーチの中に入れたからおかしく見えるってわけじゃないんですけど、なんかちょっとだけ入れると、うん、なんですかね、なんかそのずれた感じが愛嬌になるんですかね。愛嬌になるんですよね。そう、うん、なんかバランスよく見えるんですよね、うん、なんか御殿の髪型も難しい。そうですね。そうですね。でも案外今描いた上のここの部分は、はい、よくあるまあ、ご飯もこの髪型だった時もありますし、うん、まあ、そうか、セルヘの時とか、はい、ヤムチャもこんな髪型の時もありますし、うん、言っちゃえばツンツクツンもこんな髪型だったところもあるんで、はい、で実は鳥山先生の結構よく描きがちな、うん、ここの部分ではあるんですけど、うん、ちょっと今回違うのが、うん、耳がね隠れてるんですよ、ここは、はい、髪の毛で、髪の毛でここがね難しいところです。だから僕は絶対耳一回描いちゃいます、うん、を斜め下にもみあげをもう一回生やすっていう描き方しないと、はい、重なり方というか。そうなんです。なんかね、耳やんないと描かないと、一旦描かないとバランス取れなくて一回描いちゃうんですけど、うん、描いてから耳の上にわざわざ描けるっていう描き方してます。で後ろ毛がちょっとあってっていう感じです、はい、今
今回ヒーローじゃないですか。はい。普段描かないポーズが多そうなんで。そうですね。大変そうですね。そうですね。でもやっぱり2人のヒーローを描けるのはやっぱり嬉しいですね。やっぱりあのハイスクール編がやっぱり好きだったんで、ご飯の、うん、でそのそれも先生といつか話した時も先生も好きってあそこの話で好きっておっしゃってたんで、うん、ってことはやろうと思えばその話ってやらせてもらえるのかななんていうハイスクールの感じが要素があるお話ってそのうちやりたいなってずっと思ってたんで嬉しいですね。であんまり自分的にはさらそこにさらにスーパーヒーローをスーパーヒーローっていうかそのヒーローものを入れちゃうとまんまそのまんまハイスクあのご飯のハイスクール編と一緒になっちゃうんで、うん、ちょっと敬遠してたというかちょっとまんまじゃないようにちょっとずらしてやろうかやろうなんて最初は考えてたんですけど、うん、結果的に先生がゴリゴリにヒーローもものにしてくれたんでそれは嬉しい収穫というか、うん、お墨付きもらえたというか。しかもこの世界で流行っているヒーローものの設定もくれましたから、ね、そうなんですよね。そこも斬新でしたね。僕はやっぱり発想的にそこまでゲームの映画化っていう設定はびっくりしましたね、うん、なんか今っぽいというか。ああそうですね。僕逆なんじゃないかなって思ったんですよ。その話もらった時に普通映画のゲーム化じゃないのかなと思ったんですけど、うん、でもゲームの映画化だって先生がおっしゃってたんでちょっと今っぽいなと思って、なるほど確かに今はそっちの方が普通なのかなと思って。ああでも増えましたね本当に。そうっすよ、ね、ゲームのアニメ化とかそっちの方がっぽいですよね。時代に合ってますよね、うん。じゃあ完成しました。いや最高ですね。ありがとうございます。